はい、では、CPM というタイトルで発表したいと思います。梶正一と申します。で、CPM っていう、何かっていうやつなんですけども、CPM は、一つの CPAN クライアントです。で、CPAN クライアントってもうすでにいっぱいあると。で、なんで新しいのを作ったかってことを言いたいんですけど、すでに、CPAN PM っていう、これコアモジュールに入ってるやつ、あと CPAN プラスもあるし、あとそして CPAN M もあります。で、僕自身も、いつも CPAN M を使ってて、それはとても素晴らしいプロダクトです。で、そこでなんで新しいのを作ったかっていうことなんですけども、皆さんもしちゃんとパールで何かソフトを作ろうとしたときは、大抵 CPAN モジュールにたくさんの依存を持つことになると思います。普通に100個超える、200個超えるってことが当たり前になってくると思うんですけども、そういったときに、既存の CPAN クライアントでモジュールをインストールすると、基本的に直列でインストールしていくんで、非常に時間がかかります。なんで、これをなんとか解決したいと思いました。で、そこで僕は CPM っていうのを作ったんですけれども、それの特徴を挙げると、実際のところ新しいものではなくて、CPAN-M の、2.0 の、コードネームがメンロっていうんですけれども、それを並列で内部で使って、インストールとかしてます。で、そうすることによって、他の CPAN クライアントよりも早くインストールすることが可能となっております。実際どのくらい早いのか、本当に早いのかということなんですけども、ブラックをちょっとインストールしてみたいと思います。で、まず CPAN-M で、CPAN-M でですね、ブラックをインストールしてみたいと思います。マイナス NQ ってあって、テストはなくして、ローカルのディレクトリにインストールしてます。リアルっていうタイムのところを見てほしいんですけども、50秒ってなってるんで、ちょっとこれを覚えておいてもらって、で、1回ローカルを消して CPM でインストールしています。で、ちょっとマイナス V ってやって、ちょっと上等モードでやると、そうすると18秒でインストールすることができました。50秒から18秒になったんで、基本的に、依存が多ければ多いほど、並列する効果が出てくるんで、もう少しいい結果も出るかもしれません。じゃあ、最後に、結論なんですけど、CPM っていうのは非常にエクスペリメンタルな、CPAN クライアントで、面倒をパラレルで使ってます。で、それによって他の CPAN クライアントよりも速さを実現しています。昨日の深夜にですね、トライアルリリースで CPAN に上げたんで、デブをつければインストールできるんで、皆さん使ってみてください。ありがとうございました。